にちは、マイラーズです。この動画はウェスティンホテル東京へのおすすめのアクセス方法をご説明しております。それでは行ってみましょう。JR 恵比寿駅に到着しましたら、東口のですね、改札を出て、右ですね、恵比寿ガーデンプレイス方面という方向に向かってください。ずっと進みますとゾフがありまして、その先にですね、恵比寿スカイウォークという動く通路があります。ムービングウォークというですね、歩くエスカレーターがありますので、これをずっと進んでいってください。途中右に折れたり左に折れたりしますけども、分岐はしばらくありませんので、このまま道なりにですね、歩いていっていただきたいと思います。でこの動画撮影したのがですね、通勤時間なので非常に人が多いんですけども、土日ですとか、通勤時間以外であればですね、こんなに人はおりませんので安心してください。先の方が明るくなっておりますけども、いよいよここでですね、分岐が最初にあります。この分岐は右側に進んでいってください。グラススクエアと書いてある方向に向けて階段を降りてください。そうしますとまた通路があります。ずっとまっすぐ歩いていっていただきますと突き当たりがありますので、この突き当たりを左に曲がってください。このまままっすぐ歩いていきます。この先にあるのは恵比寿三越ですね。ここは右に曲がってください。右に曲がりますと、またここの突き当たりに建物がありますが、ここには入らずに左に抜けてください。抜けますと、非常にまっすぐなですね、通路が、出てきます。で右側には、薬局屋さんですとか、ハンバーガー屋さんなんかもありますけども、このままずっとまっすぐ進んでいってください。この辺はもうだいぶ人がまばらになってますね。そうしますとウェスティンホテル東京があるというようなサインがここで確認できます。この青いのが、ザ・ウェスティン東京ホテルのロゴボードになりますので、左に曲がると入り口があるわけです。もうここからはですね、ウェスティンホテル東京ですので、非常に高級感のある通路なんですけども、実は非常にこの通路ですね、穴場でございまして、人は本当にまばらですね。ほとんど通ってる人はいません。2つ目の扉を開いてみたいと思います。そして3つ目の扉を開くと建物の中に入ります。ここはホテルのですね、地下1階なんですね。ここ何があるかというと、宴会場ですとか、会議室があるので、特にイベントがなければですね、ご覧の通り人はほとんどいません。左に曲がりますと、上りのエスカレーターがありますので、上っていってみましょう。に到着しました。ここは左に曲がってください。ぐるっと回りますと、ホテルのロビーが見えてきます。非常に綺麗ですね。高級感のあるホテルです。ここは右に曲がるとフロントがありますので、ここでチェックインするという形になります。以上でですね、ウェスティンホテル東京へのおすすめのアクセス方法をご覧いただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。